君の姿を見るたびにドキドキが止まらない。つのごです、うん、これちょっとインディゲ、まあ1号艇の選手 A1 選手で、うん、でまあスタートも合ってるし、まあインディゲやろうっていうオッズ、インディゲやろうっていうオッズ、もう明らかにガミル、うん、4点とか4、5点買うとっていうレベルやろ。そうやな、そういうレベルやん、やんか1、2てなわけで、俺今回のレースはマジで剣したかったんやけど、うん、言ってたな、剣はしたかったんですけど、まあやっぱり買いたくなってしまうのが、はいはいはい、やっぱギャンブラーというか、はい、はい、っていうわけで、インディゲ外しました。頭2差しの1の2差し5で、これが9点、うん、2000で、2差し2差し5、1、まあ1号手は絶対入れた、要は、うんうん、同じ考えです。これ2000、うん、俺36000、2差しやろ頭、うん、俺も3、4いらんかなと思った、ごめん、4いらんかなと思った。2の差し、2-1 2-1-0 5-0 2-0-1 差して1が3着のグループな、はいはい、これが各2-0 2-0 2-6-1 で帯、3がまくり切った時の、まあ1が若干スタート点に若干遅かったんで、3がいった場合の3からの1-2-0これ各1000いきます。そういうことね、うん、まあでもまあいい逃げへんかったら当たるけど、そうやな、まあでもインは逃げるやろな、逃げんねん、カメラマン、インに逃げ買ってくれるぞ、それがグラルグラ、あ、これか、これカメラマンな、うん、お、買ってる、あーでも、あーまあうわオッズで見て買ってんな、これオッズ買いやな、オッズ買いやね、1の45の2差し5、うんうん、うんうん、これ各2000円の1万2000円、うん、と2の145の1345、うん、これが、1000円の9、だから2万1000円か、うん、2万1000、俺3万6000、これ21でさ、みんな万歳じゃん、あ、21みんな万歳やな、21でよくね、21でよくね、あるぞこれ、いい逃げるぞ、でもてなわけで、頑張ってきます。面白さ的にいい逃げたら、もうほんま俺ら、いや、もう俺、さーってにかはけていくからよろしく、いい、うん、逃げたら、もう、あ、もう絶対当たらんってなった瞬間、当たらなくなった人は避けていこう、そうしよう、避けていこう頼む頼む、イン逃げんな、逃げるな、いや、あ、でも3号艇いってる、いやうわ、絞れ絞れ、あかん、もうこれイン逃がせやん、これは逃げるわ、これ逃げるな、あー、あー、なになに、スペースない、スペースない、スペースない、刺さんの、もう無理や、刺さらんやろこれ、はいはい、これも誰もおらんかな、いや、もうほら、どういうこと、だって1号あんねん、あ、あんのか、1号あんねん、1号あんねん、なんか2、3喧嘩したら5あんねん、これ俺だけ、もしかして、じゃあ俺はさすがにやろ、もう聞いてる？死にそうになってきたから、角6です、いやもうさっきのしゃあないで、だってもう変わらへん、まあ1、2、3は変わらへん、4倍は変わらへん、4倍はほんまに変わらへん、だって10万入れても40万やろ、40万無理無理無理、3連単で10万難しい、ってなわけでインディゲ信頼、インディゲ信頼、うん、はい、秋山直之選手信頼、おお、1号前、もうこれ一番ド本命じゃん、多分ド本命と思う、でもまあ割にオッズはついてる、まあちょっと割れてんのか、うん、まあ言っても5号線やからな、1号さんが一番人気だからな、13号が一番人気か、多分135ちゃう、うん、135やわ、そうやな、まあ、ほぼ一緒で1-5、こっちは3000なんで135でちょっと頑張るかもって感じです。はい、僕いきます、本線、はい、1-3-4-0、これ各8000の6-4000、ワンフォールがうまいな、ワンフォールめっちゃ美味しい、正味、うん、ワンフォールに関しては全然帯あるから、え、帯あんねん、8000やろ、8000あるやろ、110何倍とかやねん、え、下がってるやん、めっちゃまたあるやん、ちょっと届かないやつやん、え、めちゃめちゃ下がってる、1万いったら帯、俺が買ったから、そんなわけないな、8000ぐらいで変わる、いやでも今日のな、確定票数やったら変わんで、多分変わるか、まあまあ、で、こっちが、まあ、なんだろうな、頭3-4の2着5の前、それ買いたいな、いや、これ結構な、あんねん、でまあ、そのあるってみんな思ってるから、ちゃんとオッズもまあそんな良くはないねんけど、はいはいはい、この3号前とか俺結構一番可能性あるかなと思ってる、
締め切り何分？1分前か。10分。では。1分前。もういいんちゃう？うん、これでは。これで。お願いします。行け5秒。インディゲろ！とりあえずインディゲてくれて！お、秋山選手遅れてるよ。遅れてるな。遅れてる！やった！ほんなら逃げろ！頼む！俺今回自信あるって言ったから絶対取らないとあかんねん。いける。頼む！逃げた！いける、いける。逃げた！逃げた！ほら！完璧！秋山休めやん。うまっ。あっかんひどい、これ。おあ、一番無理か。じゃあ、4番手残れ。4番手残ってくれ。ちょ、ほんまにこれ4番手なんとか残ってくれ。ちょ、やめてな。もう5番手、ちょ、秋山選手いいね。え、うちから入った？あ、秋山飛んだね、多分これ。よっしゃーよしこれが神ラン。よし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 、これが神ランぞ。いや、秋山残るって絶対。やめて、もう。もう一番でよかったよな、今の。一番でよかったのに。一番やったら5来てもよかったのに。うわ、うわ、ほらやっばおい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 おやっば班長は圧倒的やわ。あんなん絶対抜かれるもん。あっか、やばっ。バリガミったやつやな、これ。1音号やったらまだ 悪くなかったのにな。分からへんから、めっちゃかっこよかったね。いやでもいつもあんないで。この前は俺見とったやつさ、6着から1着なんてんだ。マジでどのレースやったかだいぶ前やったらそうなの。俺それ見てもうめっちゃ好きだったもん、秋山さん。絶望やねん、こんなん。6着から1着なってんだよ。レース中に。そんなことある？意味分からんな。え、だから、え、掛けが何も？掛け金何も？掛け金3万2000円で、これ入れてみよう。俺これ、紙切ってないこれ紙切ってないでしょ。はっ、おー、ほんまや。400円浮いた。すげー。400円浮かした。ナイス。持ってる。うわ、全然ちゃうな。これ全然ちゃう。気持ち的にな。だって紙切ってないもん。紙切ってない。俺、だから絶対紙切ってると思っとったもんな。俺も紙切ってないとかない。そんだけ勝ちました。俺紙切ってないとかない。お前が紙切ってないは絶対ない。だって合計投資なんも俺が投資が96,000円。うん、あれなぁ、一生惜しかったのにな。14の目。あ、こっちか。あ、久々すぎてどこ入れるか分かってない。ほんまにな。マークカード。まあ、まあ、分かってたけど。9600円紙か。今日初めての払い戻し、おめでとう。9600円紙。まあでもなくなるよりはマシよ。ね、6号艇の選手、うん、僕が第1レースでワンホール取った4号艇の人です。ああ、そうなの。はい、さっきの俺として軸で考えました。まずこれ一番穴狙いから、全6前6の2着付け500円。渋い格安してんの。316、これ5,000円。うん、これ帯狙い今のかな。で1前6、これ2,000円。ああ、まあ6を軸にで1、6前か。うん、3の1、2、1。もう最後の最後で何なんそれ。これが本線。以上です。俺逃げ信頼、1の2の4ごろ、うん、で、1の3の前、はいはい、まあ、1の2の4ごろは7000円で、こっちは1万円。何があって1の2の3だけ抜かして、はいはい、もう このパターンで123だけ抜いた。あと2323の1と、うん、23の1の23、はいはい、まあ、これ5,000円。かなりな。全部で8万円。ああ、いいよいいよ。うん、ガメラン多分ガメランと思う。だから要は123来たらほんま俺どうしようかな。これで123ないってやばな。やばいな。うん、でもな、もうオッズ考えて。そうないな。そう、しかも2号艇の選手がなんか転覆で事故で、うん、で今日部品交換してて、うん、だからちょっとなんか気になったから。まあまあ頑張ります。まあ頑張ります。最初の頃のホワイトボードとかも今もうどこにおるか。ホワイトボードどこにあるかさ。全然使わへんよ私。ボスとコラボしてから一回も使ってへん。あ、ホワイトの際でホワイトボードなくてもいいやって俺気づいて。編集しながら。あ、そうか。まあどうせ、うん、出すもん。どうせ出してるし。そうやな。全くそんなことないか。もう全然やな。普通か。いや、ちょっと深いよ。ちょい深いやんな。なんで深いんやろ。分かれへん。え、深いぞ1号艇。よくどういった。頼む。じゃあ俺円逃げてほしいね、一旦。あ、でもあ、逃げんなこれ。スタート行こう。あー、どうやろ。3号で行くこれ。いや、もう1日3やこれ。ちょ待って、1日3だけ俺抜け目やねん。あ、6号おちゃん。え、
そうでもそういうじゃん。頼む頼む、やめろ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 、13でいい、13全でいい、よしよしよし、1号艇絶対逃げてくれ。ちょ待って、ほんまに、え、おい、なんで、え、何あの伸び方、何あの伸び方、あ、F F や、あ、そういうこと、あ、1 F や、え、俺全部帰ってきてんけど。ということで、角8です。角8です。ね、5艇しかいないです。多分ね、さっきの事故で、そう、5号艇の小黒さんが、多分小黒さん1号艇の、じゃあ前多分5号さんってが転覆で、欠場となんで5艇で走るような感じなんですけど、そしてワンフォールのカメラも欠場したのでスマホで撮ってます。ピントが合わなくなります。ピントが合わへん、何なんやろなこれ。ということで、はい、開幕発表、はい、俺はまず、はい、3点です。あ、そんな絞った。うん、243、あと4から2332、全部まんばり、1枚全部まんばり、うん、ちび、俺は2の34の差しろ、うんうん、これが、各1万5000、うん、で、2の34の5、うん、まあ言ったらここのこの抜け目を、うん、まあ金額配分だけ、で5000、はいはい、で1万円なんで、全部で7万円。素晴らしい。はい、次ラストレースかな。そうやな、時間的に。はい、お願いします。狙いだったっけ。4番ったのか。赤もう行ってないやん。あ、でもいや、もう4号艇頭や、行け、絞れ、ほんま、あんた取りに行け。あ、無理か、2号艇乗り返してんな。3だけだった。ナイスナイスナイス、あんた刺されるな。お、お、行け、2、3、行け、俺は赤、これ3刺さる。あ、5? 切れろ切れろ、あるんじゃん、切れろー、5あるんじゃん、よっしゃ切れた。あ、ちょっと待って、あるんじゃん、あるよ、235あるんじゃん、あるよ。なんで1万5000買ってないや。いや、でもわからん、まだ気は抜くな。よっしゃ逃げた、素晴らしい、2、3、え、ほら一緒に取れてんじゃんこれ。いや、俺243やねん。あ、243か、23はない、23はないねん。なんでないねん、分からへん。よし、いや、まだあるで、でも俺の面もまだある。そうやな、させ、てか5号艇どこ行った。おお、行った、うわー、流れた。うわ、しかも減って、ちょっと待って、ここって今の絶対打ち刺してこれたやろ。なんでなん、うわ、今4あんだけ膨らんで3号艇もうちょっと頑張って、5号艇もうちょい頑張れたんちゃう、今の。あ、取られへんか俺これ、2刺しかー。よし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 、オッケー、よう逃げた、素晴らしい、ありがとう、がっちりがっちり、ナイスナイス、243の方が高かったよな、絶対に。今日オッズの変動がマジでエグい。多分やってる人がほんまに少ない、やってる人ほんま少ないな、今日この2のレース、ここの2を、うん、めっちゃって、俺10倍は切ってなかったもん。むっちゃオッズ動く、めっちゃ動くな、ほら、だって俺まあまあ倍返しぐらい、まあいいやいいや、まあ10倍やけど。さあ次ラストですか。うわ、俺もうちょっと取り返せると思っとったからな、これのレース。まあ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 、次のレース頑張ります。次のレースラストで、ラストラスト、今日です。もうなんか今日の多分全国的に人気がなさすぎて、多分買いが全然入ってないから、俺らオッズめっちゃ動かしてる、オッズ変動がすごすぎて、なんかもうよくわからんもんな、ほんまに難しい、もうこれはきついわ、きついよな、どう勝ったらいいかわからんもんな、そんなマンバリとか勝ったらむっちゃオッズ動いてる。そうやねそうやねてなわけで、俺これオッズ買いやねんけど、ただ3号艇そこまで悪くなく、近づけたらピンと合わへん、もしかして大丈夫。124の2着3固定の流し、これ8万周とかあったんやけど、俺が4000円買っただけでなんか3万周とか4万周ぐらいです、なんか半分以下とかなって4万8000と、これちょ、まあ24の2白2白、これ各6000、うん、こっちがほんまに現実的、はい、イン逃げてくれ、頼むからイン逃げてくれ、イン逃げてくれたらもうこれやから、ワンホール、あー、いいね、全部1枚、ふさわしいね、各1枚で、カメラマンは124124全、うん、246の全、ガミルやろそれ、うん、ガミルな、撮りたかっただけ。OK です、はい、頑張ります。よっしゃ、かオール・フォー・ワン買おうか迷ったけどな、うわ、なんで深いん。いや、オール・フォー・ワンの意味は分からんわ。いや、オール・フォー・ワンあるよ、え、3着1ある、
俺3号艇が思ったより悪くないと思ってんねんけど、あ、でもちょっとしんどいか、遅れてんな、逃げたか、逃げたか、3号艇、頼む逃げろ、頼む逃げろ、逃げろ、いや、一応ワンホールあれ、ワンホール行ってこい、頼む、あれよ、あれよ、あれよ、最後力差し込め、3号艇、あ、もう無理よ、逃げろ、逃げろ、逃げろ、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんでそうなんねん、いやいやいや、ちょっと待ってよ、オール4ワンやん、2や、ワンホールよ、2や、あ、2なんでお前、2を1に見えるねん、さっきから、わからん、オール4ワンやん、もう無理やん、なんなら、3号で終わってたやん、2や4にや、戦わないかったやん、そう、でもこれやねん、基本的に、うわぁ、きつい、オール4ワンじゃない、これ、オール4ワンやん、なんなの、ボックスで、なんか、もうごめんって顔としちゃったね、なんで買おうかったん、逆に、高かった、どういうこと、やってるやん、こいつそれ。てか、1、2、4ボックスなんや。そっちなんや。よかったね、1、2、4。なんで俺、フォーマン買わへんの？ここで届いてんじゃん。あ、じゃあいい。届いてんな、これ。じゃあいい。西号？西号やな。うわ、2、4、2の折り返しでよかったよ、普通に。言っとったもんな。うん。普通にそれでしょ。もう6とか1が気になってしまう。じゃあ、俺3号でのオッズにやられてんだよ。だから、オッズ動きすぎてもわかんねえって、これ。あ、よかった、俺、フォーマンやったら。いや、ここで届いてんな。俺、フォーマンで勝ってた、マジこれ発狂してた。だから俺当たってんねん、今日さ。え、当たってる、当たってんねん、まさか。ただ1000円、奇跡的に50倍ぐらいついてない。うん、もうそんな奇跡は絶対にない。なら神ら使わんやろ。うまっ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。つ1レースから9レースまで、うん、やったな今日、やったな今日。1、2、3、4、5、6、7、8、9です。わかるか、これは9やからな。1からやってんねんか、当たり前やけど。終始発表、はい、フーチから言ってくれるじゃん。いいよ。はい、シリスボミッタ、そうやな、総投資、はい、27万1000円、はい、回収、はい、43万1900円、素晴らしい、プラス16万900円。まあ、前回のナルトの雪辱を果たしたと。そうやな、うん、次はフーチさん、あなたのファンで言ってましたけど、もうちょい来たかった。まあな、後半ちょっと上がれたらな。後半上がりたかった。うん、しゃない、勝負最初見応えありすぎてって感じだな。ちょっとな、シリスボミがすごい。そうやな。次、はい、総投資、はい、57万4000円、57万4000円、回収、はい、31万1900円。おお、なんか外れてるようで回収してる。なんか地味地味、回収しがマイナス26万2800円。ああ、まあ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 、じゃあ最後やな、お前最後はやな、マジで。最後は俺、ま、てか違う、最後はなんか最初もそうやけど、やっぱあれやな、そこそこ甲斐があるレースじゃないと。平日の昼間に来てるから、もうオッズを動かせてしまう。そうやね、合計で買ってる金額が、みんなで入れてる、そのレース入れてるのが300万とかやから、うん、俺らで10万とか買ったら、ぐんとオッズ動くごいちゃう。だから、俺しかもさ、結構ぶち込むやん。もうきついよな、そうなんだ。割にやってない、終わりにマジであってない。裏で G1 のレディースやってってたわけです。あー、とりあえずまあまあでもなんか今回個室が取れたのか、ゆっくりできて、ここおすすめ、めっちゃいい。まあ8人とかで入ったら1人1500円とか、ね、まあそう、1部屋1万2000円かな。うんうん、まあよかった、ありがとうございます。すいません、部屋代、はい、あとうなぎもいただきまして、はい、ありがとうございます。まあまあ次回はまあどこでやるかわかんないんですけど、ちょっと遠征来たらいいなと思ってるんだけど、時期的無理か、まだ遠征やめんじゃん。あの、俺6人から仕事やん。いやいや、仕事のないけど、あ、ないけどな。ちなみに、あ、ちなみにカメラマンはどんな感じですか、今日買った、買ってる、10万ぐらい、うん、10、投資が12万8000円、うん、回収が23万8400円、だから3人通ったりでって勝ちか、11万、27万ぐらいかな、俺とフーチのプラスは。微妙に勝ってる、微妙に、足引っ張るな。すいませんでした。次は頑張ります。手当たりとかあったら待ってよ。そうやな。てなわけで、次の動画でお会いしましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。お盆なんですけど、まあ、ワンホールの予定としては福岡の方に行って、福岡県、福岡協定に行って、ちょっと遊びに行こうかなって考えてるんですけど、まあただ福岡協定行って船券買うっていうよりかは、誰かともしかしたら対決するかもしれないですね。福岡協定といえばあの方ですかね、僕の中では。対決するかもしれないですけど、まあどうでしょうね。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。
お盆のその福岡の動画が上がるのはまあもうちょっと先になると思うんですけど、楽しみに待っててください。本日もご視聴ありがとう。